おはようございます、ゆうちゃんです。今日もここで朝ごはん食べたいと思います。クリームチーズトーストです。今日ちょっと曇ってますね。暗いです。雨が降るかもね、お昼ぐらいから。いただきます。いいぞ。うまいっすね、相変わらず。うまい。食べ物を美味しく食べれることって本当に幸せなことだよね。本当に本当に幸せ。食べても美味しく味わえない人もいるんだからね。それとかさ、美味しいと思われないものしか食べれないような人もいるかもしれないしさ。美味しい、幸せ。ナイヤにも幸せを分けてあげよう。ついてください。ベン、あれ、ベン、あれ、ベン、よくできたな。もう一度行こうか。美味しかったな。もう一度行こう。いるよ。アイスコーヒー。今日は音楽のお話です。先週ね、ハワイ。雨降ったんですね。2日、3日ぐらい雨ちょっと降り続いて。ストームみたいな感じで大雨になって、僕の仕事場もね、もうほんと嵐みたいでね、外も歩けないぐらい強風で大雨だったので、2日ぐらい僕の仕事、カフェなんですけど休みになって、で家帰ってきたけども大雨なのでね、ずっと家の中にいたという。それで何をやってたかというと、音楽を聴いてました。なんかそういうスイッチが入って、今まで聞いたことのない音楽を一つ一つこう聞いてました。それも日本の曲をね、なんか聞きたくなっちゃってっていうか、なんかそういう方向に入ってっちゃったんだね。で、日本の音楽を聞いてたです。僕ね、日本の音楽ね、本当に知らないんです。1985年以降はアメリカに来ちゃったので、日本の音楽を全然知らないし、その1985年あたりももう、音楽っていうかテレビを見ない生活だったので、日本の音楽わからない、わからないですね。僕ね、大体1985年5年と言っていたら、サザンオールスターズが愛しのエリーを出して、僕アメリカに来るときにカラオケ屋さんでそれを歌った記憶がありますので、その愛しのエリーエコーの音楽はもう全くわからない。まあ、何かのきっかけで知ったことはあるものもあると思いますけど、ほとんど知らないですね。なので、愛しのエリー、サザンオールスターズとかユーミンとか、あとなんだ、オフコースとかね、山下達郎とか、それあたりは知ってますけど、それ以降のミュージシャンは、ほとんど知らないです。それで今日聞きました。先週、ずっとこう聞いて聞いて聞いてって、ずっと一日中聞いてた。そして
素晴らしい音楽に知り合いました。それをシェアしようと思って、皆さんはどう思うか、その人たちを、知りたいのでここで話しようと思います。まずね、皆さん上手です。僕はね、今まで名前しか知らなかった人たち、なんだっけ、ミスター・チルドレンとかね、僕全然知らなかったです。バンドの名前だけは知ってました。ミスタードリームカムツルーとかね、名前は知ってたけど、その人たちをもし写真で見ても全然一致しなかったし、曲を聴いてもこれミスターチルドレンだとかドリームカムツルーだとか、全然わからないです。今でもわからないと思いますけど、それで一個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 、次から次へとこのおすすめで出てきますからね、一個ずつ聴いてて、すごいのと知り合ったね。それを紹介します。まず一つは、たくさんいたんですけど、僕の心に刺さった人たちですね。僕の心を射止めた人、ミュージシャンを3人ご紹介します。まず一人目はね、エレファントカシマシ。エレファントカシマシっていう人、みんな知ってますか？僕はもう本当初めて知りました。この名前聞いただけで、エレファントカシマシ、これ何なんだろう、芸人の名前なのかなみたいな感じですよね。でもバンドの名前がそれでしたね、はい。僕の世代でね、カシマシと言われますと、まず最初に飛び込んでくるのがカシマシ娘、はい、僕の年代の、芸人さんですね。ハワイ、関西の方のおばちゃんです。うちらよ沖縄かしましますね、誰が言ったか知らないが、女三人揃ったらかし、まあそういうかしましなんですけど、なんかロックバンドですね。そしてですね、そのライブバージョンです、風に吹かれて。これ聞いた時、僕ぶったまげましたね。涙出てきましたね。すごい歌唱力です、彼のね。で、その風に吹かれてのライブバージョンは、ボーカルとピアノなんです。間奏の時にギターが少し入りますけど、バンド構成じゃないんですね。なのでこう歌が前面に出るんだけど、そのボーカルのパフォーマンスすごいです。彼のボーカルがの歌声が僕の中に入ってきますと、僕の心臓がもう震えまして、ずっとその歌声に包まれたいなという僕の気持ちがですね、そうなりましてね、何回も何回も何回も聴きました、その曲。そしてそのエレファントカシマシの他の曲も聴きましたし、その風に吹かれての、レコーディングスタジオレコーディングバージョンっていうんですか、それも聴きましたけど、もうとにかくそのライブバージョンのそのパフォーマンスがすごいです。それを聞いてもらって、みんな知ってるかなと思って、もし聞く機会があったら聞いてみてください。もう大したことないよっていう人ももちろんいると思います。みんな違うんでね、感性が。僕それすごいと思った。今でもね、今でも聞き始めたら、聞き終わるまではずっと、もう、始まったら最後まで見ちゃう、みんなそんな感じです。彼の名前はね、ちゃんとあるんですね。多分宮島っていう人だったかな。うる覚えです。まだ全然知らないですね。はい。で、2人目は岡崎体育っていう人です。男の人です。
魅力的ですね。彼のこの歌唱力がすごくて響いて、もうそういうのとはまた違って、彼の音楽的な魅力がありますね。引き込まれます。うん。歌に、すべての彼の作った歌はメッセージ性があるので、その彼の歌声を聞いてると、そのメッセージとともに入ってきて、彼の世界に引き込まれます。うん、歌詞がね、すべて自分たちの手に届くのような、日常のことを、いつも僕たちが思ってるようなことを題材にしてるんだけど、彼の切り取り方が斬新で、もっともっと聞きたくなる。彼のスタイルはいろんなジャンルを表現できる人なので、ファンキーな曲やったりとか、ロック系になってみたり、テクノ系になってみたり、本当に子供の歌的みたいな、なんかほのぼのした曲もあるし、フォークソング的なものもあるし、だからね、一つの曲に絞るというよりは、彼の音楽が好きになりました。岡崎体育さんです。まだまだ聴いている状態で、ファンになってからまだ1週間も経っていないので、これからどん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 聴いていきたいんだけど、おすすめの曲は今いっぱいあると思いますけど、今聴いた中ではね、おっさんという曲もありますし、留学生っていうのは面白いです。彼関西人でね、関西のお笑いの関西の方のテイストもすごい入っているので面白いですね。ユーモア、僕の好きなユーモアが散りばめられているので、それも引きつけられる魅力の一つ。留学生でしょう。あとね、なんだっけ、ティーネイジャー、そんなやつもあったし、もっともっといっぱいあって、これから聞き込んでいくんだけど、もし岡崎体育さんが好きだっていう人、この曲も楽しいよ、僕は好きですよとか、私は好きですよ、あったらぜひ教えてもらいたいですね。あと、あのエクレアっていう曲もいいね。フォークソングっぽくてほのぼのする曲で、うわ、そうだそうだって言うね、日常のね、切り口をたくさん使ってる人で、同じことばっかり言ってっか、岡崎体育、魅力的な人なので、もうなんかこう、次の曲ももっともっと聞きたいっていう感じになりました。そして3人目です。椎名林檎さん、女性のキュートな方です。すごい天才ですね、彼女ね。そして彼女の歌声もいいし、音楽性もいいし、いろんなジャンルを歌います。可愛い曲だったり、ジャズだったり、ロックだったり、こうグランジ系みたいなのもやるし、その曲その曲で彼女の個性、彼女が全然違う人になりますので、もう大女優と一緒で、その曲その曲に彼女が入り込んじゃって、なので結構天才的というか、なんかすごいですね。そしてキュートなんですね。もうなんか魅力的で、歌い方も魅力的で、セクシーだし、なんていうのかな、表現、ちょっとこういうの表現力がないと語れないからね。
うん、いや彼女もやっぱりこの彼女の歌声が入ってくると揺さぶられますよね。ドキドキドキっとしてブルブルブルっとして、もっと聞きたいもっと聞きたい、はい、その3人ですかね。椎名林檎さんは曲がいっぱいあって僕まだわからない状態です。何がいいのか、何がおすすめなのか。あでもね、もう若い時からセクシーな曲歌ったりとか、うん、あとビッグバンドで一緒に歌えるような曲を作ったりとか、何なんですかね、すごい才能ありますね。もうファンになりました。こんな人がいるんだと思って、僕初めて聞きました。あとたくさんの人聞きましたね。平井堅さんとかね、そっちのジャンルの方も結構聞いたし、みんな上手です。みんな上手です。ただ僕の今響いてて、お伝えしたいな、これすごいなっていうのはこの3人ですね。はい、概要欄にね、いくつかこうやってやっときますので、もう暇な時ね、見てみてください。それと、で、知ってる人がいるよと、あ、知ってます、知ってます、とかさ。あ、すごいね。まだ半分残ってるんですね。はい。そんなことやりながら、ね、だからね、最近、引きこもりです。家でずっとこう聞いてますね。休みの日もね、昨日もずっと引きこもってた。でもこういうのもいいよね、普通の人生だよね。波のやりたいことがあるけど、うだうだして、もう知らない間に夕方になっちゃって、なんだ今日も一日終わっちゃったよなんて、そんな平凡なそんな平凡な日々を過ごしておりますね。それはそれで楽しい。楽しいですね。はいよ。岡崎体育さんのおっさんっていう歌面白いですね。日本にいる全てのおっさんにこれ聴かせてあげたい。そういう曲ですよ。おっさん、おっさんっていうやつなんだけどね。めっちゃ楽しい曲。楽しい曲だし、そう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 ってうなずける曲なんで。あとその曲じゃなくても、彼の全てのものに対する切り取り方が、全然違うところから聞いてるので、そうだよな、そうだよなって僕思うことがいっぱいありました。すんません、食べながら喋ってますけどね。もし子供だったらめちゃ怒られてるよね、これね。はい。いいよ。はい、最後の一口だよ。最後の最後の一口だよ。はい、最後の一口ですね。終わりです。皆さん、日本寒くなってきたらしいですのでね、無理して外に行かないじゃなくて、家にいて楽しいことしましょうかね。YouTube 見て音楽聴くとか、はい、僕もまたね、あ、これいいなと思ったら、ここ独り言という、チャンネルコーナーですので、またちょっとずつね、喋っていきたいと思います。これみんな、僕が選んだ人たち、皆さんどう思いますか。ぜひねコメントください。ほらほら、ケニー J さんとかね、音楽通ですのでね、どういう思ってるか僕は知りたいですね。言っときますけど、僕音楽の専門家じゃないですからね、あんまり知らないですので、多めに見てください。音楽のエキスパートではないです。ただ
音楽好きか嫌いかって言ったら音楽好きです、うん、ただ音楽がこんなぐらいあるとしたら僕の知ってる音楽はこのぐらいですので、間違ってるよとか言う人いましたら多分間違ってると思いますので、そこら辺をご了承ください。それじゃあね、みんな、あ、日がちょっと出てきた。でも雲もいっぱいありますね。皆さん体に気をつけて、また会いましょう。 See you next time. バイバイ。